よろし今週はない玉上心はすべて数学であるおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。心は数学であるという。うん、先週から延々とこう道をたどってまいりましたけども。三体問題、カオス問題が出てくると、解けなく難しくなるという。はい。こんなあ時代ですな。将棋連盟だっけあ<ー>あ、なんか。 使った使わないの問題とか、えー。スマホをね、見たのか見てないのかっていう。ね、えー、スマホっちゃすごいですね。うん、はい。スマホとナビっちゃすごいなぁと思いますね。はい <laughs> <う>。あまりってですね、縁のないものですかね。なんか俺感動するんだよね。うん、誰かが一回やっとくと、それはす、べての人に使いまーしができる知識となって残るっていうことでしょう。ん うんさも、うん、君からうーんってその、なんか、ラクダのような目で、こちらを見られて言われてもね、返す言葉がないんだけど。いきます。現代数学は今、カオスの問題に直面し、数学者はこのカオスと格闘しております。カオスとは何か。それでは、要素は2つの軌道が混じり合っていること。その軌道は加算無限個 周期的運動と非加算無限個。非周期的運動が発生し不安定になるということ。えー、あ,あえて難しい言葉を使う、えー。加算無限個なんかいいじゃん。<laughs> よくわかんないですね。なん <laughs> ば、ばかじゃ使えないみたいな感じがするじゃん。<laughs> 難しい。それいわゆる加算無限個の問題でしょとかってなんか、東大のなんか学生さんで話してるの感じしない。<laughs> <laughs> この、 カオスの問題は最近、脳と心の関係にそっくりであるということが発見されたという。はい。ニューロンというものの集合体が脳なんですよ。うん。0か1かで、あの、この脳の複雑な動きをしとるわけであります。はい。あれだよな。計算機もそうだよな、あれ。コンピューターも01でしょゼロ一。いや、俺もよくわかってないんだけど、<ー>とにかく基本は01らしいよ。はい。あるかないか。 それだけで。ところがです。その脳に心が宿っている。ということは、脳も実は心があるゆえにカオスなんだと。数学的には脳が心を表現していると同時に心が脳を表現しているという等式の定理が発見されたそうでありまして、逆もまた真だったんでありますな。 この辺ピンとこないちょっと難しくなってきました。この辺ちょっと哲学的だよね。はい。でも、俺はやっぱりね、この言葉、この表現にはギクッとしたね。脳が心を表現している。うん、で、問題は、脳が心を表現している。なんですけども、実は、心が脳を表現しているという定子が、定式、定理が発見された。はい。この発見っていうのは、 驚くべきことらしいよ。うん、その証明として、バイオフィードバックということがあるそうで、これね、俺もやってみようと思って最近やってんだ、俺も本当に人間ドッグでね、あの、お医者さんに迷惑かけてんだけど、俺あの、白衣高血圧って知ってるあ、あの、白衣、白衣を見ると、血圧が上がるっていう。あ,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 あれ本当にそうなんですかもう本当に、でもすごいのよ、俺。あ、そんなに。こないだ先生から、 もういい加減な、私たちになってくださいよって言われちゃって。<ー>血圧上がって持っていく数値と、はい、病院でシュッ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 っていうのと、全然違うのよ。どんぐらい違います ?50 以上違う。それは相当差がありますね。うん、やっぱりなんかこう、見ただけで緊張するっていうか。いや、もう入るだけで嫌だもん。うん、あ、そうなんだ。ずっとやっぱもう、また高く出るんじゃないかな。また高く出るんじゃないかな。<ー>それでほら、 俺、慌てるタイプだから、ちょっとシャツめくってくださいとか言うと、ほら、もうじじいだから厚着してるじゃん。もう全部脱いで、裸の腕を出しただけなってんのよ。 んんんでですすけどそそなななかうのちょっと急がないと悪いと思うから先生も時間ないだろうからそこは手也さこう人すごく気にするっていうか気使うタイプでらっしゃるからそれもあるんでしょうね急がなくちゃいけないみたいなそうそうそう焦っててねそうそ俺のまあ病院のせいじゃないんだけど椅子が硬いのよ先生が腕出してって言われてうあと脱いで近寄ろうとするんだけどほら椅子のコロコロがね滑りが悪くてさ 前に行かないから、<laughs> ケツで押しながら、行くから、っ <laughs> て、もう弾んじゃってんのよ。はい。それで、あのもうあの音がダメ音がね、はい。で、先生が心配そうにさ、低く出るといいけどね、とか言うと、高くなるんじゃう <laughs> シャーだなーとかって言うと、<laughs> え百、ー、?180? 円とかって言われるともうダメなの。 あ、そうですか。でもそういう方多いんでしょうね、きっとね。そうそう。で、この間やっぱ先生から、慣れてほしいな、私たちにって言われて、先生のとおり好きなんですけどね。って、カラッカラの声で言ったんだけど、まあ冗談はそれぐらいにしてきましょうとかなんか言われちゃってさ。何、何にもうまくいかない。あ、ごめんなさい。ごめん。とにかく、この、ここまで覚えといてくださいね。ここまで覚えて、大事な言葉。で。バイオフィードバック。 バイオフィードバック。ック心が脳を表現していることもあり得る。これですね。はい。ちょ、ちょっと今日は冗談に言っちゃった。はい、おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。昨日は脳が心を表現している。いやいや、違う。心が脳を表現している。え、逆もまた真なりの定理、えー、を話したんでございますが、これが科学的に正しいということが発見されまして、 脳は心であり、心が脳である。という。それで問題になったのが、バイオフィードバックの問題。え、昨日は私の血圧が、白いものを見たりなんかすると、カーッと上がっちゃうっていう、もう、ダメなんですよ。白衣高血圧ってやつでね。本当にダメなんであります。ところがですね、このバイオフィードバックっていう理論から来ますとですね、はい、血圧は下がる。うん、どうやって心で下がる。 それが科学的に証明されたんだって。はい。血圧を心で下げる。心に、心で血圧に向かって命じたり願ったりしてください。下がってください。そうお願いすると、血圧は下がる。はっきりしてることは、血圧はコントロールできるんだって。意識によって。へえ<ー>。これはやってみようと思って。はい、ちょっと頑張ってみます。はい。 これ、血圧だけではなくて、血流っていうものが目に見えるんだったらば、意識下でコントロールできるんですって。うん、心拍数とか、血圧とか、血流とか。で、これはなぜかというと、昨日お話した、心を動かす。非加算無限個で変えることができる。つまり、心で脳を変えることができる。はい。 このことが発見されたゆえに、この本のタイトルが、心は数学であるっていう。ニューロン、1という単位のニューロンで、その集合体でできた脳というものは、これは加算無限個なわけでありますから、え非加算無限個の心で動かすことができるんだと。これ今、始まったばっかりの研究分野でありまして、私の血圧も下がっておりません。 本人一生懸命祈る割には。しかし、科学としてそれは可能であるということは、定理が発見されたということなんでありますね。こんな大業なことを、あまりこう、この番組では口走ってはいけないのかもしれませんが、今、病の方がおられましたら、希望そのものが病よという可能性が、科学、あるいは、ああ医学の中にちゃんとあるそうなんで。はい。 これ私じゃないんですよ。この本の著者の方が言ってらっしゃるんでございますね。はい。ノーベル賞の物理と科学賞のメダルの裏側のデザインは、二人の女神が刻まれております。一人の女神がもう一人の女神のベール、そうベール弧に覆われてるんですね、もう一人の女神が。はい、その女神のベ,ベールを、 剥がそうとしているデザインだそうであります。<ー>これをもらったことがないから見たことないでしょ、はい、ね。でも、物理と科学は、二人の女神。一人の女神。ベールに追われた女神のベールを、もう一人の女神が剥がそうとしているという。友永慎一郎という方、これ持ってらっしゃるんですね。うん、このノーベル賞をね。はい、その方が、ちょっと西洋の人待ってくださいと。剥がそうとせずに、ベールの上から、 観察でできないでしょうかうベールの上から物事を何か観察するっていうのは日本式なんですね。剥がさずに見つめてみようというね。はい。なぜそういうことができるかというとこの複雑系という科学の考え方を日本人の科学者は簡単に理解できるそうです。でこれ理由は日本にはそうなんですね。こういう自然の複雑な ま、幸いとも災いとも取れる出来事が多いんですね。地震、津波、火山活動。そういう予知が実に難しく、え、ある意味で予知が不可能なカオス的自然現象がある。はい。それゆえに、日本人の科学者の態度はというの、いうのは、もうそのベールの上から観察する。そういうのが、 その風土とともに培われているのではないだろうか。やっぱり複雑系ですよね。うんうん、日本というと時々住んでてもう嫌になることはあるけど、はい、あの、やっぱ地震多いよね。えー、全世界のか,かなりのうんじーセント、日本はその地震と火山の被害っていうのを引き受けてるみたいですよね。はい、えっと、あの、去年の10月ぐらいだったかな。うん なんかね、予兆でしたかね。富山で地震があったの知ってるえ、どこですか韓国の富山で。あ,あー富山。はい、富山で。はい。大パニックになってんのね。うん大陸に住んでらっしゃる方は地面は揺れないと思ってらっしゃるから、パニックの度合いが、はい。ひどくてね。はい、まあ、ややこしい言葉でありますけども、著者はここから脳の数学的解釈を始めるわけでありますな。言葉をしっかり噛みますと、なかなか、 味わいのある言葉が続いていくわけでございますが、それは明日の続きとしたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。脳は複雑系であると。カオス的臓器である。脳は自分で自分を自己組織化します。 私たちは成長する一年ごとに記憶を組み上げて行きます。自己組織化には秩序が必要です。そしてその秩序のためには非平行状態。つまり絶えず外部とのエネルギーのやり取りがなければなりません。これ難しいことを言っているようでありますが、絶えずオープンマインドで心を開いて、他と情報をぐる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 交換してないと、人間っていうのは 自分で自分を支えることができなくなりますよ、ということでありますな。はい。まあ,あ、孤立主義はありえないっていうことですね。うん、それから、一国だけの正義っていうのは、それがもうすでに悪である。こう、正義とか善とか価値とかっていうものは、絶えず他人と交換しながら、値打ちが決まっていくものであるという。 絶えず外部とのエネルギーのやり取りがなければ自分であるというそういう自己組織化ができないという脳の単位はニューロンですそれをつなげば脳のネットワークができると思われがちですがしかしそこには定理がなくニューロンは外からの情報エネルギーが入ってこなければ組織化されないのです はい、脳にはネットワークがある。そのネットワークっていうのは、外から情報が入ってくるとネットになっていくんだけど、うん、入ってこないと、もうただの棒になっちゃうっていう。うこれすっごいわかりやすいよね。はい、もっと平べったく言うと、他者によって事故ができる。うん、そんな風に、脳はできてるんだと。私は、私から生まれるのでなく、外にいるものから、生まれてくる。 はい。かなさんは、かなと名乗るからかなさんじゃなくて、かなさんと呼ばれることによって、かなになっていった。うんね、はい。あの、ママの自分を想定するとわかるよね。はい。妊娠して幸運だからママになったんじゃなくて、うん、生まれてきた子がママって呼ぶからママになるんだよね。うんうん、はい。この人は、そういうことを言っとるんだな。はい、俺の方がわかりやすいか <laughs> <laughs> ごめん。 ちょっとうぬぼれちゃった。でも、その、私は、あなたから生まれてくるっていう。はい、これは、あの、実に、哲学的でもあるわけでありますな。さらに、脳を考えましょう。なぜ脳は神経系で記憶を作ったのか。これ、いい問題だね。環境が完全にランダムならば、記憶は意味がない。これ、いいね。え 環境が完全にランダムならば、記憶は意味がない。あ、記憶しててもしょうがないですそうそう。もうその場その場で生きていくしか。そうですね。ね。はい。で、今度は、環境が完全に、まったく、同じ、四季も何にもない、毎日同じ温度、うん、同じ時間に日が昇って天気も同じ、となったら、記憶はどうなるかっていうと、記憶する意味がない。 必要がないから、その脳は神経系で記憶は作らなくてもいいという。はい。完璧な周期運動だったらば。つまり、必然と偶然。これが大きく波打って訪れるからこそ、脳は記憶を作り、知覚を使ってさらに幻覚まで作ったという。幻覚幻覚。幻覚ええー、どういういや、もうその、 マリパナやって買っといましたみたいな。そんなのはあんな女優さんに任しといて。<laughs> はい、あの、何気ないものが人間の顔に見えたりするでしょうああ<ー>。木の茂みが人の顔に見えたり。観葉植物がちっちゃい子供に見えたりとはい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 。あよく、よくあれしたら変ですけど。はい、あります。それは、ちゃんとした脳の活動なんですよ。幻覚活動です幻覚活動。<ー>それはあなたが最もそのことを気にしていることの象徴なんですよ。 記憶を進化させるために、そういう幻覚も含めて、一定の揺らぎが、あるいは乗り代が必要なんですと。はいね、記憶する、しないで耐えず、捨てる、拾うで選別する。これね、面白いこと言ってんですね。これね、あの、こう、宙づりにしておく。宙づり。判断しようと思えば判断できるのに、 人間は判断しないんです。保留するんですよね。あの、脳における保留ってすっごく大事みたい。保留がなくなると、人間ってどんどん考え方が狭くなっていくんだって。あ、じゃあ、一回保留して落ち着いて考えようってう。そう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 。<ー>これあの、今、あの、脳とか心の話をしてるんですが、対、うん、外関係とか、 そういうのもそうですよね。うん、何でも正体を突き止めようとギラギラしてる人って、付き合ってて息苦しくなるな、うんうん、それちょっとわかる気がする。かる気がするでしょ、はい、ね。やっぱり、保留できない人っていうのは、うん、あの、そばにいるだけで息苦しいよね。うん、ガーッつって叫ぶ人ってあんま好きじゃないじゃない。<laughs> はい。ソメジョイダンチュー そういう人そうですね <laughs> 一回頭冷やして考えようとて <laughs> そうそう,そう,そう冷やせてくなることになりますよねね五 <laughs> <laughs> 5万人しかいないのに50万人いたとか断定するなよ前、まあ、全部横置いといて、はい、このジャッジしない保留しておくそういう能力っていうのが次に起こった事態に対処する時のアクションの起こし方に関係してくるというね、うん、この続きまた明日のマネージャーの上で おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷カ奈です。昨日、ちょっと、ややこしくてね、怒った出来事に対して、好き、嫌いとかね、うん、捨てる、拾う、そういう選別をせずに、あえて判断しないという、そういう知性がこの世の中にはあるのですよ。判断を保留する。うん、判断を保留すると、何がいいと思いますかなさん。これはね、この本の、 この辺りぐらいから面白くない何が今、どう、どう考えても、一回落ち着いて考えることで、うん、新しい見方ができるい、ね、うことですかうん。はい、ということは、大脳を使わないってことなんだよ。え大脳をジャッジに使わないってことなんだよ。ほ<う>保留すると。うんもう。安心してください。大脳のほかにも考える脳がもう一つあるんですわ。 これが小脳なんですな、ね。はい。小脳が担当するんです。大脳でなく小脳が担当しますと、うん、直接考えずに手足を動かすことになるわけで。うん、ニューロンを伝う時間をショートカットして、アクションが決定するんですな。うん、こういわゆる、その心の自動操縦化に移るんでございます。はい。 こういうことが人間の脳にはあるんですね。それが、いわゆる、まあ、わかりやすく言うと、ピアニストの手と指でございますね。<ー>あれ自動操縦なんでもう無意識ってことです、ね、そうそうそう、大脳を経由してないから。あれ、小脳だけなの小脳だけではは反応してるという。<ー>それから、オリンピック選手の競技中の動き。これも、安定と不安定の中間に、あえて自分を宙づりにすることによって、脳の中の、 そのあり方。心が最もフレキシブル。ちょっと、ツバ飛ばして<ー>ごめんね、これ。あの、使い慣れない英単語使うと、飛ば、ツ飛ぶな。これもあの、あれだよ、小脳的なんだな。脳が言おうとするんだけど、小脳がついてこなくて、プシキシブルっ,って、プップップって3回言ったみたいな発音になってしまう。でもわかるでしょはい。大脳関与させない。 うん、そうすることによって、別の能力があなたを動かし、解決策を見つけることがあるんだっていう。うんうん、そうすると、人は最もしし身体の感覚、体の感覚が非常に高い状態に、が可能なんだって。はい、これあの、私この本読んだ時、やったと思ったけど、内田先生の言葉の中でね、本当にわからない言葉があって、 その言葉がね、身体感度を上げるっていうね。うん、心の感性みたいなものの感度を高くするっていう。その言葉の意味がわか、わからなかったんだけど、それは安定と不安定の真ん中に自分をあえて置くっていうことなんだな。はい。分かったような、わからないような、それでいいんだっていう。う,ん、うん。ごめんなさいね、これあの、 ラジオをき聞いてる方になるべく言葉でと思うんですが、今あの、ほんと下手くそなんですよ。ひどいと思うんですけど、合気道の練習をしてる。はい。こう、すっごいね、ミラー細胞を試すような練習で、見取り稽古なんですよ。師範、艦長が出てきて、一番弟子と一緒に技を見せてくださる。ほら、こんな風にすると人間は、みたいなことで、関節技をかける。それを数度見せといて、やってごらんって言うんですよ。 我々は写しのコピー機となって、それをやるんですけど。これがね、小さな技でもわかんねんだ、動くとなると。若先生つって、講談者の方がいらっしゃって、武田さん来てくださいつって技かかってくださるんだけど、どっちからかけていいかわからなくなるときある。はい。えっと、あの、右の足から動くんだっけ、左足の動く、足から動くんだっけっていう、 その右か左かって迷った時に、もう若先生が容赦なく逆襲してくんなよ、うん、その時にせん若先生の腕を振りほどこうとして手を動かすのよ。うん、と若先生がそれって言うのよ。うん、つまり脳を経由させるなっていう。うん、若先生っていうその講談者の人を曰くなんて、とにかく動くっていう。うん <laughs> 右左に考えない。もうとにかく動いてみるっていう。そこから技に、技の型に入ることがあるんだからっていう。はい、そういうことってのが人間関係でも恋愛関係でもあるんじゃないかなっていうのがいい言いたいことなんだよな。はい、全部頭で考えないっていうことが俺なんかやっと分かってきたんだよ。うん でもそれは今までちゃんと大脳で考えて考えて考えてきたからこそ小脳だけで動くことができるってことじゃないですか。えー、最初から大脳で考えない人はダメだと思うんですけど。それはやっぱりな。はい。ダメかもしれないな。ですよね。さあ、ここまで話は来ましたけど。はい。こっから今の大脳を使って考えることのある限界が世界中にやってきているっていう。はい。 スポーツの世界でこの大脳問題が脳の問題が大変な騒ぎを巻き起こしているという、はい、一つのエピソードを紹介して、はい、今週を締めくろうかなと思っております、はい、この次また明日の物の上で、はい、おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですさて現代社会の中で脳の問題が出てくるというがテレビなんかで この間騒いでる人がいましたが、人工知能が、そのなんかいわゆる労働力削減に役に立つのはいいけども、労働者の敵になるんじゃないか、みたいなことを言う方がいらっしゃいましたけどもね。それ以前の問題で、こういう問題が起こっております。2003年のことでありますが、パリ陸上の世界選手権大会で優勝候補と目されながら、フライングで、えー、この失格した選手に、 ドラモントという選手がいます。はい、このドラモントさんは、まあ、ルールに縛られて失格になっちゃうんですな。これ、変なルールですね、陸上のルール。皆さん矛盾感じませんフライングのルールなんですが、二度フライングした人が失格っていうのはわかるんですけども、2二、はいはい、度目にフライングした人が、 失格になるでしょう。一度目フライングしてなくても、自分が二度目でフライングしちゃうと、その人が失格なんですよね。一発退場なんですよ。あれ私もちょっと不思議なんですよね。<れ>ちょっと怖いです。のルル気の毒だなぁと思って。ねえ。で、この大会で一発退場になったという、ドラモントという選手なんですが、うん、えー、厳密に言いますと、ピストルが鳴って、100ミリ秒、0.1秒以内で、 スタートすると失格になる。はい、いいですかこれ、ものすごい、もう本当にあっという間の出来事なんです。ピストルが鳴って0.1秒以内でスタートすると失格なんです。うん、なぜかというと理由は、スタート地点とピストルを鳴らした新盤は10メートル離れています。で、音は概ね1秒。 330メートルの速度で伝わるため、選手の耳、そこから脳へ、そして手足に伝わるまでが100ミリ秒と計算されるわけです。はい、このドラモンさん、ものすごく激しく抵抗したけど、くつ返らず失格となったということなんですが、後の検査で、ここからですよ。科学ですよ。皆さんいいですかスターティングブロックにかかった足の圧力で、このドラモン等の フライングを解析すると0.052秒で反応してるんです。0.1秒より早いのでフライングに、えっとしてそのいわゆる失格になったんですが、はい、確かにピストルの音は鳴ってるんです。うん、スターターが激鉄に力を入れた瞬間に音の鳴り出すバーン の、ば、場で、ドラモントさんは、スタートしてるんですよ。はい。で、運まで、効いていないということで、フライングということになったんですけども、男子100メートルの場合、この、0.1秒っていうのは、競技差としてものすごくでかいんですよ。だから、 バーンのバッ,バッで、スタートすることを、果たしてフライングと言っていいのかという、生理学の問題が出てきてるそうですよ。はい。これは、どこまでも、大脳情報処理なんですって。0.1秒後にスタートしなければならないのは。はい。このドラモントさんは、小脳で反応してスタートしてるわけで、 ー大脳処理と小脳処理では時間の差があるわけですよ。はい。それを反則と呼んでいいのかっていう問題が今問題になってきてる。うん、はいだ。あの、あれあるじゃんよ。居合抜刀術とかってあるじゃん。はいあ。あんなので目にも止まらぬってあるわけじゃん。はい。そ、そういう武術的動きって 存在するんだよね。<う>それをスポーツは許さないんだよ。うん、でも、武道ではあるんだよ。はい、その、ザト一さんみたいにバッと切ると、うん、切られた人が切られたって気づかないっていうこと。<laughs> あれ、あるんだってな。<laughs> 切られていることに気づかないほどの速さの剣の動きっていうのは存在するっていう。<laughs> そう、そういうその戦いみたいなのが今実はスポーツの最前線で起こっているという。はい。うん、まあ、あの、ちょっとこう、あの、うまくまとまったかどうかわからない。これが大体この本の3分の2ぐらいのところです。はい、私正直に言いまして、書いてあった3分の1、ごめんなさい。もうほとんど意味わかりませんでした。ええ。ただ、あの、脳が、 脳が非常に数学的なものであるけども、その脳を取りまとめているのが心であるならば、心が数学なんだっていう、この彼の言ってることはわかるような気がしたんですね。はい、で、えー、心でも脳でもはん判断できないとき、人間は何をすると思う。それが人間の面白さなんだ何、ね、ですかサイコロを振るんだって。 <laughs> どうしてもジャッジしなければならないときは、サイコロで振って決めてもいいんだっていう。う私ね、この頭のいい方が最後はサイコロを持ち出してるっていうところが、なんとなく3分の2のところで気に入った理由でございます,ですね。はい、また来週別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この次また来週のまな板の上で。ねえ。全世界のか かなりのうんじーセント、日本はその地震と火山の被害っていうのを引き受けてるみたいですよね。はい、えっと、あの、去年の10月ぐらいだったかな。うん、なんかの予兆でしたかね。富山で地震があったの知ってるえ、どこですか韓国の富山で。あ釜富山。釜山で。はい。はい、大パニックになってんのね。大陸に住んでらっしゃる方は地面は揺れないと思ってらっしゃるから、 パニックの度合いがひどくてね。はい、まあ、ややこしい言葉でありますけども、著者はここから脳の数学的解釈を始めるわけでありますな。言葉をしっかり噛みますと、なかなか味わいのある言葉が続いていくわけでございますが、それは明日の続きとしたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷佳奈です。脳は複雑系であると。カオス的臓器である。脳は自分で自分を自己組織化します。私たちは成長する一年ごとに記憶を組み上げて行きます。自己組織化には秩序が必要です。そして、その秩序のためには、非平行状態。つまり、絶えず、外部とのエネルギーのやり取りがなければなりません。 これ、難しいことを言ってるようでありますが、絶えず、オープンマインドで心を開いて、他と情報をぐる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 交換してないと、人間っていうのは、自分で自分を支えることができなくなりますよ、ということでありますな。はい。まあ,あ、孤立主義は、ありえないっていうことですね。うん、それから、一国だけの正義っていうのは、 それがもうすでに悪である。こう、正義とか善とか価値とかっていうものは、絶えず他人と交換しながら、値打ちが決まっていくものであるという。絶えず外部とのエネルギーのやり取りがなければ、自分であるという、そういう自己組織化ができない。 脳の単位はニューロンです。それをつなげば脳のネットワークができると思われがちですが、しかしそこには定理がなく、ニューロンは外からの情報エネルギーが入ってこなければ組織化されないのです。はい、脳にはネットワークがある。そのネットワークっていうのは外から情報が入ってくるとネットになっていくんだけど、うん、入ってこないともうただの棒になっちゃうっていう。うこれすごいわかりやすいよね。はい もっと平べったく言うと、他者によって事故ができる。うん、そんな風に脳はできてるんだと。私は、私から生まれるのでなく、外にいるものから始めるわけでありますな。言葉をしっかり噛みますと、なかなか味わいのある言葉が続いていくわけでございますが、それは明日の続きとしたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷佳奈です。脳は複雑系であると。カオス的臓器である。脳は自分で自分を自己組織化します。私たちは成長する一年ごとに記憶を組み上げて行きます。自己組織化には秩序が必要です。そして、その秩序のためには、非平行状態。つまり、絶えず、外部とのエネルギーのやり取りがなければなりません。 これ、難しいことを言ってるようでありますが、絶えず、オープンマインドで心を開いて、他と情報をぐる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 交換してないと、人間っていうのは、自分で自分を支えることができなくなりますよ、ということでありますな。はい。まあ,あ、孤立主義は、ありえないっていうことですね。うん、それから、一国だけの正義っていうのは、 それがもうすでに悪である。こう、正義とか善とか価値とかっていうものは、絶えず他人と交換しながら、値打ちが決まっていくものであるという。絶えず外部とのエネルギーのやり取りがなければ、自分であるという、そういう自己組織化ができない,とい。 脳の単位はニューロンです。それをつなげば脳のネットワークができると思われがちですが、しかしそこには定理がなく、ニューロンは外からの情報エネルギーが入ってこなければ組織化されないのです。はい、脳にはネットワークがある。そのネットワークっていうのは外から情報が入ってくるとネットになっていくんだけど、うん、入ってこないともうただの棒になっちゃうっていう。うこれすごいわかりやすいよね。はい もっと平べったく言うと、他者によって事故ができる。そんな風に脳はできてるんだと。私は、私から生まれるのでなく、外にいるものから生まれてくると。はい。カナさんは、カナと名乗るからカナさんじゃなくて、カナさんと呼ばれることによってカナになっていった。うんうん、はいで。あの、ママの自分を想定するとわかるよね。はい。 妊娠して幸運だからママになったんじゃなくて、うん、生まれてきた子がママって呼ぶからママになるんだよね。はい。この人はそういうことを言っとるんだな。はい、俺の方がわかりやすいか <laughs> ごめん。ちょっとうぬぼれちゃった。<laughs> はい、でも、その、私はあなたから生まれてくるっていう。はい、これはあの、実、<え>大脳をジャッジに使わないってことなんだよ。 保留すると。うん、安心してください。大脳の他にも考える脳がもう一つあるんですわ。はい、これが小脳なんですな、ね。はい、小脳が担当するんです。大脳でなく小脳が担当しますと、直接考えずに手足を動かすことになるわけで。うん、ニューロンを伝う時間をショートカットしてアクションが決定するんですな。うん こう、いわゆる、に、その、心のじ、自動操縦家に移るんでございます。はい。こういうことが人間の脳にあるんですね。それが、いわゆる、まあ、わかりやすく言うと、ピアニストの手と指でございますね。<ー>あれ、自動操縦なんもう無意識ってことです、ね、そうそうそう、大脳を経由してないから。あれ、小脳だけの小脳だけではは反応してるという。え<ー>から、オリンピック選手の競技中の動き。これも、うん 安定と不安定の中間に、あえて自分を宙づりにすることによって、脳の中の、そのあり方、心が最もフレキシブル。ちょっと、ツババ飛ばして<ー>ごめんね、これ。<laughs> あの、使い慣れない英単語使うと、飛ば、すば飛ぶな。これもあの、あれだよ、小脳的なんだな。<laughs> 脳が言おうとするんだけど、小脳がついてこなくて、フ <laughs> レキシブルっつって。<laughs> プップっって3回言ったみたいな発音になってしまう。はい。でもわかるでしょはい。大脳関与させない。うんそうすることによって別の能力があなたを動かし解決策を見つけることがあるんだっていう。うんそうすると人は最もしし身体の感覚、体の感覚が非常に高い状態にが可能なんだって。はい。これあの、私この本読んだ時、やったと思ったけど、 内田先生の言葉の中でね、本当にわからない言葉があって、その言葉がね、身体感度を上げるっていうね。うん、心の感性みたいなものの感度を高くするっていう、その言葉の意味がわか、わからなかったんだけど、それは安定と不安定の真ん中に自分をあえて置くっていうことなんだな。はい。分かったような、わからないような、それでいいんだっていう。うん うんごめんなさいね。これ、あの、ラジオをき聞いてる方になるべく言葉でと思うんですが、今、あの、ほんと下手くそなんですよ。ひどいと思うんですけど、合気道の練習をしてる。はい。こう、すっごいね、ミラー細胞を試すような練習で、見取り稽古なんですよ。師範、官長が出てきて、一番弟子と一緒に技を見せてくださる。ほら、こんな風にすると人間は、みたいなことで、関節技をかける。 それを数度見せといて、してくんなよ、はあ、その時にせ、若先生の腕を振りほどこうとして手を動かすのよ。うん、と若先生がそれって言うのよ。うん、つまり、脳を経由させるなっていう。はあはあ、若先生っていうその講談者の人を曰くなんて、とにかく動くっていう、うん、<laughs> 右左考えないもうとにかく動いてみるっていう。うん、そこから、 技に、技の型に入ることがあるんだからっていう。はい。そういうことってのが、人間関係でも、恋愛関係でも、あるんじゃないかなっていうのがい、言、言いたいことなんだよな。はい。全部頭で考えないっていうことが、俺なんかやっと分かってきたんだよ、うん。でもそれは今までちゃんと大脳で、 考えて考えて考えてきたからこそ、小脳だけで動くことができるってことじゃないですか。えー、最初から大脳で考えない人はダメだと思うんですけど。それはやっぱりな。はい。ダメかもしんない、ね。ですよね。さあ、ここまで話は来ましたけど。はい。こっから、今の大脳を使って考えることのある限界が世界中にやってきているっていう。はい。スポーツの世界で、 この大脳問題が、脳の問題が大変な騒ぎを巻き起こしているという、はい、一つのエピソードを紹介して今週を締めくろうかなと思っております。はい、この次また明日の物語の上で。はい、おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。さて、現代社会の中で脳の問題が出てくるというか、テレビなんかでこの間騒いでる人がいましたが、人工知能が そのなんか、いわゆる、労働力削減に役に立つのはいいけども、労働者の敵になるんじゃないか、みたいなことを言う方がいらっしゃいましたけどもね。それ、以前の問題で、こういう問題が起こっております。2003年のことでありますが、パリ陸上の世界選手権大会で、優勝候補と目されながら、フライングで、え、この、失格した選手に、ドラモントという選手がいます。はい。 このドラモントさんは、まあ、ルールに縛られて失格になっちゃうんですな。これ、変なルールですね、陸上のルール。皆さん矛盾感じませんフライングのルールなんですが、二度フライングした人が失格っていうのはわかるんですけども、二、はい、度目にフライングした人が 失格になるでしょう。う一度目フライングしてなくても、自分が二度目でフライングしちゃうと、その人が失格なんですよね。一発退場なんですよ。あれ私もちょっと不思議なんですよね。ねちょね、あのルル、怖いです。気の毒だなと思って。ねえ。で、この大会で一発退場になったという、ドラモントという選手なんですが、うん、えぇ、ー、ゲえないっていうことは、俺なんかやっと分かってきたんだよ。うん、でもそれは今までちゃんと大脳で、 考えて考えて考えてきたからこそ、小脳だけで動くことができるってことじゃないですか。えー、最初から大脳で考えない人はダメだと思うんですけど。それはやっぱりな。はい。ダメかもしんない。ですよね。さあ、ここまで話は来ましたけど。はい。こっから、今の大脳を使って考えることのある限界が世界中にやってきているっていう。はい。スポーツの世界で、 この大脳問題が、脳の問題が大変な騒ぎを巻き起こしているという一つのエピソードを紹介して今週を締めくろうかなと思っております。はい、この次また明日の物語の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。さて、現代社会の中で脳の問題が出てくるというか、テレビなんかでこの間騒いでる人がいましたが、人工知能が そのなんか、いわゆる、労働力削減に役に立つのはいいけども、労働者の敵になるんじゃないか、みたいなことを言う方がいらっしゃいましたけどもね。それ、以前の問題で、こういう問題が起こっております。2003年のことでありますが、パリ陸上の世界選手権大会で、優勝候補と目されながら、フライングで、え、この、失格した選手に、ドラモントという選手がいます。はい。 このドラモントさんは、まあ、ルールに縛られて失格になっちゃうんですな。これ、変なルールですね、陸上のルール。皆さん矛盾感じませんフライングのルールなんですが、二度フライングした人が失格っていうのはわかるんですけども、二、はい、度目にフライングした人が 失格になるでしょう。う一度目フライングしてなくても、自分が二度目でフライングしちゃうと、その人が失格なんですよね。一発退場なんですよ。あれ私もちょっと不思議なんですよね。あねちょっと怖いです。のルル気の毒だなと思って。ねえ。で、この大会で一発退場になったという、ドラモントという選手なんですが、うん、えー、厳密に言いますと、ピストルが鳴って、100ミリ秒、0.1秒以内で、 スタートすると失格になる。はい、いいですかこれ、ものすごい、もう本当にあっという間の出来事なんです。ピストルが鳴って0.1秒以内でスタートすると失格なんです。うん、なぜかというと理由はスタート地点とピストルを鳴らした新盤は10メートル離れています。で、音は概ね1秒。 330メートルの速度で伝わるため、選手の耳、そこから脳へ、そして手足に伝わるまでが、100が脳である、という。それで問題になったのが、バイオフィードバックの問題。え、昨日は私の血圧が、白いものを見たりなんかすると、カーッと上がっちゃうっていう、もう、ダメなんですよ。白衣高血圧ってやつでね。 本当にダメなんであります。ところがですね、このバイオフィードバックという理論から来ますとですね、はい、血圧は下がる。うん、どうやって心で下がる。それが科学的に証明されたんだって。はい、血圧を心で下げる。心心で血圧に向かって命じたり願ったりしてください。うん、下がってください。そうお願いすると、うん、血圧は下がる。 はっきりしてることは、血圧は、コントロールできるんだって、意識によって<ー>。これはやってみようと思って。はい。ちょっと頑張ってみます。はい。これ、血圧だけではなくて、血流っていうものが目に見えるんだったらば、意識下でコントロールできるんですって、うん。心拍数とか、血圧とか、血流とか。で、これはなぜかというと、昨日お話した、心を動かす。 非、加算無限個で変えることができる。つまり、心で脳を変えることができる。はい、このことが発見されたゆえに、この本のタイトルが、心は数学であるっていう。うん、ニューロン、1という単位のニューロンで、その集合体でできた脳というものは、これは加算無限個なわけでありますから、 え、非加算無限個の心で動かすことができるんだと。これ今始まったばっかりの研究分野でありまして、私の血圧も下がっておりません。本人一生懸命祈る割には。しかし、科学としてそれは可能であるということは、定理が発見されたということなんでありますね。こんな大業なことを、あまりこう、この番組では口走ってはいけないのかもしれませんが、今、 病の方がおられましたら、希望そのものが病よという可能性が科学、あるいはあ医学の中にちゃんとあるそうなんで。はい。これ私じゃないんですよ。この本の著者の方が言ってらっしゃるんでございますね。はい。ノーベル賞の物理と科学賞のメダルの裏側のデザインは、二人の女神が刻まれております。一人の女神がもう一人の女神のベール。 ベルコに覆われてるんですね、もう一人の女神が。はい、その女神のベ,ベールを剥がそうとしているデザインだそうであります。へ<ー>これをもらったことがないから見たことないでしょ、はい、ね。でも物理と科学は二人の女神。一人の女神。<laughs> 君からうーんってその、なんかラクダのような目でこちらを見られて言われてもね、返す言葉がないんだけど。行きます。 現代数学は今カオスの問題に直面し、数学者はこのカオスと格闘しております。カオスとは何か。それは、要素は二つの軌道が混じり合っていること。その軌道は加算無限個周期的運動と非加算無限個非周期的運動が発生し、不安定になるということ。あえて、ーえー、難しい言葉を使う。加算無限個なんかいいじゃん。<laughs> よくわかんないですねなんかば。バカじゃ使えないみたいな。<laughs> 感じがするじゃん。難しい。それいわゆる加算無限個の問題でしょ <laughs> とかってなんか、東大のなんか学生さんで話してるな感じしない。い <laughs> このカオスの問題は最近脳と心の関係にそっくりであるということが発見されたという。はい、ニューロンというものの集合体が脳なんですよ。うん、ゼロ0か1かで、あの、この脳の複雑な動きをしとるわけであります。はい。 あれだよな。計算機もそうだよな、あれ。コンピューターも01でしょゼ<ロ> 1? 1> いや、俺もよく分かってねえんだけど、<ー>とにかく基本は01らしいよ。はい、あるかないか。それだけで。ところがです。その脳に心が宿っている。ということは、脳も実は心があるゆえにカオスなんだと。数学的には脳が心を表現している。 と同時に心が脳を表現しているという等式の定理が発見されたそうでありまして逆もまた真だったんでありますなこの辺ピンとこないちょっと難しくなってきましたこの辺ちょっと哲学的だよね、はい、でも俺はやっぱりねこの言葉この表現にはぎくっとしたね脳が心を表現している、うん、で問題は脳が心を表現しているなんですけども 実は、心が脳を表現しているという定が、定式、定理が発見された。はい、この発見っていうのは、驚くべきことらしいよ。うん、その証明として、バイオフィードバックということがあるそうで、これね、俺もやってみようと思って最近やってんだ。俺も、本当に人間ドッグでね、あの、お医者さんに迷惑かけてんだけど、俺あの、白衣高血圧って知ってる あ、あの、白衣、白衣を見ると、血圧が上がるっていう。はいはい、あれ、本当にそうなんですかもう、本当に、でも、すごいのよ、俺。あ、そんなに。この間、先生から、もういい加減な、私たちになってくださいよって言われちゃって。<ー>血圧上がって持っていく数値と、はい、病院で、シュッ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 ,ッっていうのと、うん